三国大学明治29年5月31日は、幕末の商人、受学者。豪商、三国鶴僧の三男。意味縄、自家順。字は、しな別称、与たえよ郎。高野巣、六六三人と号。出家後は、夕眠りと称した。越前国境軍三国の生まれ。当初は、彦根藩士中村漁村に、空医学を学んだ。 同門で机を並べていたのが、当時は、彦根藩主の息子ながら、先の定まらぬ捨て口の部屋積みの身分であり、しかし後に、幕府大老として、安政の大国を主導する、井い直介であった。天保三年上落して、折衷学派を学んで、柳川青岸や森田節祭らと交流する。天保七年には私塾を開き、また、公共暴君を表すなどした。 天保九年高津笠家の時効となる。将軍刑視問題が起こると、橋本佐内と接触し、高津笠正道、助弘親子に一橋派に味方するよう説いた。しかし、安政五年、安政の大国が起こると弾圧の対象となり、江戸に送られ、翌安政六年中追放刑となって、大見国石山に失速した。文久二年赦免されて慶元年停発して、 いう眠りと合する。維新後は、高塚酒の火星総括を任されるようになる。また百合木君政の大上観察発行の際には、岩倉智美にその利害を指紋されている。また、明治六年教部将検体下校となった。他の著書に、笑い草、畜想がある。ありがとうございます。